オック語。オック語、または、は、ロマンス語の一つで、フランスの南部、正確には、ロアールガワイ南から、現在のローヌイコール、アルプ地域圏一帯、バスク語圏、カタルーニャ語圏を除いた地域で話されている諸語の、総称である。フランス以外にも、イタリアのピエモンテ州の一部で話されている。スペインのカタルーニャ州アランダにでもオック語の一つである。 ガスコーニュ語の方言アラン語が話されていて、2010年にカタルーニャ州の公用語の一つに認められた。政治的な理由から、フランス語、オイル語から派生したの方言とされてきたが、スペイン語、イタリア語、フランス語同様、ゾクラテン語から派生したロマンス語の一つである。ガロロマンス系のフランス語、オイル語より、むしろイベロロマンス系のカタルーニャ語に近い。 国語を第一言語とする和者は78万9千人であろうとされている。名称は現代標準フランス語のウイハイノイにあたる言葉が OC であったことに由来しているとされ、中世イタリアの詩人んても著書で言及している。一方標準フランス語とされているロワール川へ北では、イルであったことからオイル語と呼ばれる。そもそも北フランスと南フランスは、 地理的に近いながらも大きく異なる歴史的経緯を経て、非に至っていて、それが言語的対立の原因となっている。北フランスは中世初期に東方から侵攻してきたフランク族に支配され、その王国、フランク王国によって進められた中央集権化政策のもと、ゲルマン語派に属するフランク族の言葉と族ラテン語、混ざり合い形成されたオイル語が、 盛んに広められた。フランク王国が消滅し光栄のフランス王国が北、フランスを支配する時代になっても、この傾向は続いた。一方、南フランスは様々な理由からフランク王国の完全な支配下には入らず、いくつかの貴族領に分かれて独自性を保ったので、その言葉もロマンス諸語としての特徴を色濃く残した、言語として発展を置くことになった。中世時代の南フランスでは、 オック後の文学作品に足が盛んに記され、これは今日のオックも研究のようとなっている。北仏と南仏が本質的に統一されたのは宗教的対立をきっかけにして起きた。アルビジョア十字軍1209から12。29年によってであり、この戦いに敗れた。南仏諸公は北仏諸公に服従した。フランス王国はオック語をゆんだ。存在として否定し。 公的な価値を剥奪した、ビレルイコールコトレの直例。オック語は公式の言葉ではなくなったが、民衆の話し言葉として密かに生き残った。その後、フランス革命が勃発すると、オック語を公用語とする自治区の形成が試みられたが、急審査派、ジャコバン派の反発で頓挫してしまう。革命がついてもオック語復権の機運は消えなかったが、高まる運動が、 分離主義につながるのを危惧したフランス政府は1881年にオック語の学校教育を法律で禁止した。しかし20世紀の初め、プロバンス語、オック語の一方ことの文学者、フレデリック・ミストラルがノーベル文学賞を受賞し、オック話者を大いに勇気づけた。フランスは近代国家による 中央集権化の一環として、言語の人為的操作を最も強行に、また早い段階で進めてきた国家であり、方言禁止政策や標準語という名の人工言語の制定などは、他の国家に手のモデルケースとなった。しかし、こうした行為は、かつてのローマ化と同じ緩やかな民族浄化政策と呼びうるものであり、特に冷戦終結後の欧州では、欧州共同体が地方言語の保護を、 加盟各国にすなど、見直しが進められつつある。しかし、欧州共同体の中核をなすフランス政府は、依然として、地方言語を方言として弾圧し、1999年、シラク大統領が、言語保護の条約にサインを拒否している。2008年6月21日には、フランス上院が、地方言語の保護を求める条例を否決して、南部で、大きなデモ活動が行われた。 マスメディアの浸透もあって、オック語は窮地に立たされており、オック語話者の高齢化も指摘され、オック語を若い世代にどうやって継承するかが重要なテーマとなりつつある。オック語自体も当然ながら、地域によって違いがあり、大きく分けて、ガス購入後の3つに分けられる。これらを1つの言語の方言とみなすか、それぞれを異なる言語とみなすかは意見が分かれている。 オクシタニアとは、オックゴワ社が居住する地域の総称で、フランス南部、ロアール川以南、イタリアのピエモンテ州の一部、スペインのカタルーニャ州アランダニなどを含み、人口は1400万に達する。近代以降、数多くの例がある通り、言語の違いは異なった、貴族意識を生む、可能性を持っている。それは、オク語を用いる、人々の間でも変わらず、多くの人々は、 オック語の第二公用語化やより、強力な自治権を希望し、少数ながら独立を格索する者も,もいるとされる。フランス南部地域のラングドック、ラング DOC は、かつてオック語が話されていた地域であったので、そう呼ばれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。